先日ブドウを果物屋さんで、えー、購入しましたブドウはバラバラしちゃうもんですからちょっと熱い紙でできたあ器の中にブドウが入ってそこにこんなテープが貼ってあるんですねシールが、えー、そしてそこには QR コードがついてました、えー、中を見たらあ立派なランニングページがあってそこに動画も入ってたわけですね でもその動画が結構きれいな動画ではあったんですけどその生産者の人たちが出てくるのではなくて県知事さんがうちのブドウはこんなにいいんですよという動画だったんですねできればその QR コードから生産者の人の例えばおじいちゃんおばあちゃんとお孫さんがブドウを収穫しているような 動画がが出てきたたらありがたいですねそして今はまだこれぐらいですけどあと2週間で出荷ができますからご予約いただけたら幸いですと言って通販サイトに持っていくこともできるわけですね私たちの QR コードはフォルダーに特徴がありますからそこに複数の URL を入れることもできますしそしていつでも動画を 入れ替えることができるそんな特殊な qr コードなんですねぜひ果物の数だけこんなシールラベルが出荷できたらどんな市場が広がるかと考えております